はいどうもフグです。今回はサメライドの特徴やおすすめの使い方、テクニックなどサメライドについて解説していきます。まずはサメライドの特徴から。爆風は近距離220ダメージ、遠距離は60ダメージを与えられます。爆風の範囲は上方向、下方向へとかなり広いです。敵にぶつかると220ダメージ、この攻撃力のダメージが試合で活躍します。それが特徴その1、対スペシャルに強い。対グレートバリアでは一発でバリアを壊すことができます。対ナイス玉も同様に一発でアーマーを壊せます。対カニタンクは直接ぶつかれば一発で倒せます。突進中のハンコも簡単に倒せます。対サメライドは後出しで使った方の勝ちになります。特徴その2、無敵で移動できる。サメライドは移動中にダメージを受けません。それを利用して例えば矛ショットを無敵で通り抜けたり、ナイス玉に紛れて突っ込んだり、無敵移動を利用した戦い方が他のスペシャルにはないサメライドの特徴です。そして移動中に ZR ボタンを押すとコースの途中で起爆できるので、敵の動きを見てそれに合わせて起爆位置を決めましょう。次はどこで使うと強いのか、サメライドの使いどころを紹介します。使いどころその1、金網付近で使う。金網上を無敵で移動できる上に、サメライドは上下方向への爆風が広いので、金網付近でサメライドを使うと刺さりやすいです。実戦の使用例その1、ひらめが丘団地の中央金網。中央に敵が集まるタイミングを狙ってサメライドを。使用例その2、なめろう金属で網下の敵を倒すとき。こっからサメライドを使って網下にいる敵を倒す。使いどころその2、混戦時に使う。混戦時にサメライドを使うと大人数を巻き込みやすいです。使用例その1、密集してる敵を狙う。アサリのゴール前で集まってる敵にサメライドを。使用例その2、対面中の味方をカバーする。味方と挟むようにサメライドを使ってカバーする。使用例その3、スーパージャンプ狩り。受け身やスライドを倒せて周りにいる敵も倒せるのでかなり強いです。ジャンプマークを見つけたらサメを使いましょう。使いどころその3、狭い通路で使う。壁と挟むようにして敵を倒します。使用例その1、両サイドを壁と挟む。狭い通路でサメの両サイドを塞いで相手の逃げる道をなくす使い方。使用例その2、濡れない足場の上で壁と挟む。濡れない場所でのサメライドめちゃくちゃ強いです。使いどころその4、裏取り。後ろから不意打ちで敵を倒す使い方。実戦の使用例、潜伏から裏取り。後ろから両サイド壁と挟むようにサメライド。次はサメライドのテクニックを紹介していきます。サメライドのテクニックその1、落下爆発。高所から落下しながら爆発する使い方。使用例その1、段差下の敵をまとめて倒す。ローラーとか段差下に潜伏してる敵がいるときに有効です。このテクニックは敵をまとめて倒しやすいのでかなりおすすめです。使用例その2、金目鯛美術館の第2関門。ここのサメライドマジで楽しいので、よかったら試してみてください。テクニックその2、穴を飛び越える。サメライドは少しの隙間なら飛び越えることが可能なので、穴を飛び越えて相手の意表をついて倒す使い方。使用例その1、マヒマヒの右通路。敵をおびき寄せたら水の上を飛び越えて相手を倒す。使用例その2、矢倉を利用する。矢倉から助走をつけて向こうへ渡る。このテクニック結構楽しいです。続いてテクニックその3、隙を駆られにくくする方法。サメライドを使う上で一番悩まされるのはやっぱり発動前後の硬直の隙ですよね。その隙は壁や物に隠れることで駆られる頻度を少し減らすことができます。例えばこのシーン、カニタンクに見つかっていますが壁に隠れることで安全にサメライドを吐いて敵陣へ抜けています。壁に隠れて発動前の隙をカバーする。発動後の隙も同様に物に隠れる位置で止まって弾を防ぎます。スローで見てみると、相手の置いたエナジースタンドを利用して後隙をカバーするっていう感じのテクニックです。次は各ルールのサメの使い方を紹介します。まずはガチエリア。エリアのサメライドが強いのはひらめが丘団地とマテガイ放水路。この2つのステージはエリアが2箇所あるステージで、片方のエリアを確定で確保できるっていうのがサメの強みです。エリアを止めつつキルも取りやすいので、この2捨てのサメライドは非常におすすめです。次はガチヤグラ。
先ほどのテクニックでも紹介した矢倉を止めるサメライドが強いです。これはいろんなステージで使えます。例えば矢柄市場、ここでは矢倉を止めつつグレートバリアやナイス玉など敵のスペシャルも狩れます。ここのサメかなり強いです。で、防衛だけでなく攻めでも活躍できます。それがこの矢倉上のサメライド、矢倉に乗ってきた相手を一掃できるので便利です。続いてはガチ矛バトル。サメライドは矛バリアを一発で割れます。矛を割って塗りを広げて攻めの起点を作れるのでかなり強いです。そして無敵移動で矛所を通り抜けられるので防衛では矛持ちめがけて突撃みたいなシーンも結構あります。そして最後はガチアサリ、あらかじめアサリを投げておいてサメライドで拾いに行くという戦法があります。これは強引にカウントを進めたい時におすすめです。それでは今回はここまで。この動画でサメライドの魅力が少しでも伝われば嬉しいです。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。